入社10年ずっと最低賃金、企業は板挟み、やる気そがずに採算もっていう、これ朝日新聞の記事なんですけど、今年は最低賃金が全国加重平均で31円引き上げられ961円となる見通しとなった。引き上げ額は過去最大だと、うん、ただこうした引き上げが賃金全体にどこまで波及するのかは見解が分かれる。最低賃金を上げるなら手取り月20万円ほどもらえるようにガツンと上げてほしい。東京都内に住む鈴木、真希さん49歳はそう話す。出版関係の会社でアルバイトとして働く。約10年前に入社して以来、時給は都の最低賃金に張り付いたまま、うん、今は1041円だ。週6日働き、月収は手取りで14万円ほど。巨大な倉庫で本棚から発注のあった書籍を抜き出し、書店などに発送する仕事だ。で、以前は化粧品会社などで正社員として働いていたが、父親の介護のために自宅から近い今の会社に移った。ダブルワークも考えたが、介護に追われ時間を作るのは難しいという。最低賃金は毎年引き上げが続くが、収入はむしろ減っているという。勤務は午前9時から午後5時だが、会社が 1,2 時間早く仕事を切り上げさせるようになったためだ。作業量は変わらないのに、会社は仕事を早く終わらせるように求めてくる。生産性を上げても給料は減るばかりだと嘆くということなんですね、はい。まあ、確かにこれはバイトだったらあるなっていう。まあそうですね、うん、生産性上げて仕事を効率よく終わらせたら時給、うん、そのね、まあ、早く終わっちゃうから、そうそう、あの単純にね、労働時間が短くなるっていう、うん、そうなんですよね、ありますね。で、まあ、神奈川県なんかも結構時給高いんですが、はい、時給というかその最低賃金高いんですが、ある中小製造業の経営者は、周囲の会社はどこもアルバイトを募集するときの時給が最低賃金にぴったりになる、と話すと、最低賃金の水準が上がり、企業がそれを上回る賃金を出すことが難しくなっているという。自社でも最低賃金に近い金額で働く社員は多く、毎年賃金を上げている。それより賃金水準の高い社員もやる気をそがないよう、一緒に賃上げすると1年で数百万円のコスト増になる、うん、30円近い最低賃金の引き上げが毎年続き、影響がとても大きいと、はい、うん、だから中小とかはその辺、うん、受け止めきれないところもいっぱいあるでしょうからね、はい、そうですね。で、ここでちょっと議論が分かれるんですけど、うん、そういう企業は潰れてもしょうがないと思うのか、うん、はい、なんかこううまいことをやっていこうと考えるのか、はい、はいはいはい、そうですね、うん、もうこれは経済の問題って結構思想哲学がないと本当は動かせないと思うんですよね、うん、意見としてはね、うん、はい、だから僕は儲かってない会社は、はい、潰れてもしょうがないなと思うんで、うん、結構、日本中小企業が多すぎて、うん、大企業が小さいんですよ、うん、で大企業の数も少ないし大企業の規模も小さいんですよ、うん、でそれだと給料は上がらないんですよ、うん、で中小の会社がある程度中規模の会社になるか、うん、大企業に吸収されることによって、うん、みんなの給料、そっちに働いてる人、大企業で働く人が増えれば、うん、給料は上がるんですよ、うん、まず上がる。それから福利厚生も良くなる、はい、休みを取れるんですよ。だから大企業勤めてる人みんな休みを取れますからね、うん、中小企業だとできないんですよ、うん、だから日本はその平成30年の間に中小企業を潰さない政策を取って、うん、で中小企業を守るのが経済にとってプラスだというふうにしてきたんで、うん、大企業にどん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 吸収されていってないんですよね、うん、世界の方はどんどんでかい会社が、うん、できていって、うん、世界の時価総額ランキングで日本の会社は平成の前の昭和の終わりには、トップ30の中に20ぐらい日本の会社だったのが、はい、うん、今もうトヨタぐらいしか入ってないっていう形になってるんで、うん、そこはやっぱり何らかの形で融資の仕方とかなんか変えていかないと、うん、日本にすげえでかい大企業ができない限り、難しいんじゃないかなと、うん、まあ、ある程度やっぱりその、うん、ね、中小とかを合併してそう、やっぱ中小の方は中小の方で、うん、やっぱその、うん、異次元化できる方が効率はいいわけじゃないですか。例えば経理とか、そうです、なんかそういうね、あ、そうそうそう、流通のなんかね、はい、手続きとか、はい、もろもろとやった方が、うん、まあ、多分効率も良くなるし、はい、まあ、生産性は上がるんだろうなというのもあるわけですから、はい、まあ、そういう方向に進むしかないとは思うんですけど、はい、なかなかそれが進んでいないと、まあ、それを僕が今言った話ってアトキンソンは言ってます、はい、あの黒幕の神谷さんがアトキンソンから日本を作るんだっていう、取り戻すその対象何なんですかってひろゆきさんに聞かれて、はい、最後に出てきたのがアトキンソンだったっていう、はい、そう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 、はい、で僕は
アトキンソンのその考え僕は全然賛成です、うん、ただ、最低時給を上げろっていうアトキンソンの意見は僕はちょっとまあそのまま行くのかっていう気がしますけどね、うん、アメリカは最低時給は低いんですよ、うん、はい、だからある意味その、うん、こうやって賃金上がっていくと、はい、ある意味淘汰されないのかもしれないですね、うん、だからその賃金その最低賃金が低めで、うん、その競争になっていくと、うん、高いところにみんな行くわけじゃないですか、あ、そうだから儲かってる会社がないから、うん、最低賃時給上げられないだけの話だと僕は思っていて、うん、アトキンソンさんの、アトキンソンは分かっていないって言ってるわけじゃないんだけどでそれ思想というか、うん、考え方が違うっていう解決の仕方が違うっていうことですよ、うん、まあ、やっぱその構造が変わってきてるからこそ、うん、あのやっぱ発想自体を転換していかざるを得ないというふうに思うんですけど、なんか最近ちょっとあの目から鱗だったなって思うのが、はい、あのゲームセンター、街のゲームセンターって今すごいなくなってるじゃないですか、うん、なくなって結構その大規模店になってるじゃないですか、はいはい、うん、あれやっぱりその今大規模店じゃないとできないような構造になっちゃってるんですよね、うん、あ、仕掛けがでかいから、そう、仕掛けがでかいっていうのと、はいはいはい、あとあれやっぱ100円商売じゃないですか、うん、はい、それで今増税とかになってるから、うん、110円とか取れないわけでしょあれ、確かに、じゃあその1回ワンプレイ110円とか、確かにね、できないから確かになかなかその、うん、そう、こううまくこの構造転換できない小規模店はもう潰れざるを得ないっていう、うん、確かにね、うん、だから大規模店は残って、はい、うん、ただその大規模店もやっぱその100円商売がなかなか今難しいから、うん、はい、あの電子決済とか入れて、うん、あの 3回500円と か、 あ、はいはい、なんかそういう形で、ね、値上がりをうまくできるようにしてやってると、うん、なるほどね、電子決済にすると何もでも使えるやついそうだよね、そうですねあれ1000円を崩すときに100円にするときに罪悪感が出るわけじゃない、うん、あの感覚をなくすと、はい、スマホでそのままカチャカチャやれるって形になると、うん、一気に使っちゃうやつが出てくる可能性あるね、うん、それこそ宗教より使っちゃうやつ、まあ、ゲーセンで人生終わるやついっぱいいるからね、ゲーセンごときパチンコは勝つ可能性あるわけじゃない、はい、例えば3万突っ込んで4万になる可能性あるけど、はい、そうですね、まあ、時には、はい、でもゲーセンって勝ちようがないんだよ確かにでもやったぜメダル5万枚になったとかあるかもしれないですけど、ストリートファイター2で10万ぐらい使ったやつとか知ってるしね本当にまあ思い出としては残るかもしれないですけど、ぷよぷよで10万ぐらい使ったやつも知ってるよ本当に全然いるよ、いや時代ですよそれは、そう今またその家庭用ゲームがすごい進化しちゃって、はいはいはい、あのパソコンとかでゲームできるじゃないですか、うん、でネットワーク対戦もできるし、うん、となるともうゲーセンに行く理由がなくなってる人が非常に多くなってしまって、そうですね、今そのゲーセン行くってなったら、うん、なんかあの音ゲーやるとか、うん、あの UFO キャッチやるとか、うん、そういう用途になって、だからファミリー層がこう多くなってる、うん、あ、確かにね、なんか体使ってやるゲームみたいなのも全然あるしね、はい、今そう、うん、それがだから今構造が転換して、はい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 、だからもう淘汰されていくその中小はあるよなと思う一方で、うんうん、その中小が残ってもこれはどうにもならんよなっていうのも、うん、まあなんかそう淘汰されるべくしてなったのかなと、確かにね、うん、いうのもあるし、そうそう、だからどんどんそういう風にならないといけないと思うんですけど、あ、そう、うん、あのアトキンソンって誰って言うんですけど、デイビッド・アトキンソンっていう、まあ、あのゴールドマン・サックスかないた人で日本に来てたから、うん、日本でそのまま働いてて、そのまま独立して、うん、あのからも、まあ、日本のなんか工芸会社、小西工芸っていう会社で、はい、まあ、神社とか仏閣直してる会社の社長になってるんですよ、うん、その社長がいい経営者探しててアトキンソンに声かけたんですよ、なんかあの神社仏閣を直すっていう、うんうん、めちゃくちゃいいことやってるのに、うん、DS みたいなこと言われるとなんかかわいそうですよね、そうでアトキンソンはあの菅さんのブレーンなんですよ、はい、であのローガンじゃないよデイビッド・アトキンソンでだから菅さんが安倍さんの、官房長官やってる時もずっとアドバイザーとしていたんですよ、うん、でアトキンソンの意見で日本は観光大国になれると、うん、まあ、神社仏閣見たらすごいからこんだけの資産があるのに、うん、外国人が来ないわけがないと、うん、ちゃんと受け入れ体制やりましょうっていうことでやっていったんで、うん、なんか1000万人ぐらいしか来なかった、1000万人以下だった日本への外国人の観光客を3000万まで上げることを菅さんと一緒に今やっていったんですよ、うんうん、
だから外国人来るようにしたのは確かにアトキンソンさんのアイデアですけど、うん、安倍政権のやったことなんですよ。ただのアドバイザーですからね。あの大臣でもないし、そうですね、そうだから内閣にいるわけでもないし、竹中平蔵は大臣だったけど辞めて15年経っても悪魔扱いされてるんだけど、うん、はい、デイビッド・アトキンソンに至っては、うん、菅さんとお茶飲み友達というか、うん、アドバイザーって、まあ、政府の中にはなってたんですけど、そういう人いっぱいいるじゃないですか。そう、だから連日誰かと会ってるわけです。そうそうそう、だからすごい、うん、もうめちゃくちゃ悪にされちゃってるんですよね、うん、アトキンソンさんとか、あのあれ菅さんじゃなくて、あの竹中平蔵っていうのはね、本当、はい、めちゃくちゃに言われちゃってるっていう、ね、うんうん、ちょっとだからかわいそうですよね。かわいそうです。だからおかしな情報っていうのは、うん、だからそれも陰謀論なわけじゃないですか。はい、ちょっとやっぱ陰謀論ですよ、うん、でも本当はあの外国人が来たから日本ってちょっとここのところアベノミクスの時 GDP 伸びたんですよ、うん、それは規制緩和したから日本に観光地としては素晴らしいから、うん、日本って僕は8000万人まで来てもおかしくないと思ってるんですよ、うん、アメリカとかフランスに観光客が来るぐらいのボリュームが日本は絶対来ると思ってるんですよ、うん、それは観光地が本当はちゃんと整えたら、うん、あのネタはいっぱいあるんですよ、うん、そこで高い金取れるようなプロジェクトを日本でもっと作ってほしいなと、そうですね、いうふうに思ってるんですよ、うん、はい、ちょっと多少お金持ってる人にこう来てもらって、うん、その上でちゃんとお金を落としてもらうっていう、そう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 、体験してもらうっていうね、うん、お城だってあんなの他の国ないからね。そうですね、うん、じゃあのね、壺売りますか、壺いやいやいや外国人にいや本当はあの甲冑をね着てもらうとか、うん、いろんなサービスもあると思うんですけど、うん、そうそう、あのやぶさめやってもらうとか、うん、いろいろあるかもしれないけど、まあ、なんかいろんなサービスを作ってほしいなと僕はすごく思ってるんです。あ、そうそう、あの沖縄テーマパーク理論っていうのもあるんですよね、うん、沖縄っていうのは、3時間かけて来る範囲で言えば、はい、ハワイなんかよりすごいと、うん、要は人口1億2億3億ボーッと集まってきて、うん、あのものすごい証券なんだと、はい、でだからそこを沖縄を本気でハワイみたいに、うん、まあ需要エンジニアリングするとそうですね、うん、いやそういいわけですよ。やっぱハワイと比べて、うん、沖縄ちょっとしょぼいなって思ってしまうのが、そうなんですよ、やっぱあの国際通りって、うん、よくあのメインのこう、はい、なんていうかな、観光地としてありますね、有名なんですけど、はい、ハワイのそれと比べて圧倒的にちょっと庶民的というか、はい、そうなんですよ。だからドラッグストア何店舗あるんだっていう、そうだからああいうのはまあアメリカ人のアドバイザー連れてくるなり、うん、本気でやらないとあの安っぽい観光地になっちゃう、ね、そうだからあれはもう中国人を意識しすぎて、うん、なんかドラッグストアばっかりになってしまったんじゃないかなと。まあね、あのすぐにでかいホテルもないし、うん、あの沖縄修行行った時思ったけどいいホテルねえなっていう、あそう空港の近くとかもないし、そうちょっとあのビーチ沿いにあるんですよね、そういいホテルってアウトレットもしょぼいし、うん、だからやっぱダメなんですよねあれ。要は僕は日本経済を発展させて給料が上がって行く方を取ってるんですけど、うん、外国と交わるしかないと思うんですよ、うん、あの日本は人口減るわけですから、うん、来てもらってお金落としてもらうっていうのが一番いいわけだから、うん、そういう政策を僕はやってほしいなというふうに僕は思ってるし、できれば中国とかよりもアメリカとかヨーロッパの金持ちに来てもらって楽しんでもらうぐらいのアミューズメントを日本初でね、うん、作ってほしいな。まあそれだから客単価を上げたいんですよね。そうです、まあ、それもあって安倍晋三記念館とか、うん、あの安倍晋三、まあ、中国人とか韓国人は来ないかもしれないけどそれはあるかもしれないけどもうあの日本のチャーチルだと言って記念館を作るなり、うん、なんかそういうふうにその蓄積されるコンテンツを僕は作ってほしいっていうところがあって、うん、いやそうですね、うん、この話っていうのは、うんまあ、なるべくだからいや僕もだからその海外、うんまあ、海外資本もどんどん誘致してですね、うんまあ、それをこ うまく利用してですね、うんまあ、経済伸ばしていくしかないんじゃないかなと、はい、で完全に排除するっていうのはもう無理なので、そう無理無理無理もううまく利用するしかないんですよ、はい、だからその中で、うんまあ、重要施設とか、うん、その周辺の土地はちゃんと規制しましょうとか、はい、それも当然の話だと思いますし、うん、だからそれをした上で、うんまあ、ある程度こう外資もしっかり引きつけてですね、うん、てか日本もそれやりまくってきましたからね、その海外に投資して、うん、そこから利益も得てきたし、そうです、うん、そうそれはまあなんていうかお互い様でやっていくしかないのかなと。外資に
あの投資してもらうことが大事なんですよ、うん、日本も海外に投資してるわけですから。そうなんですよ、はい、ただなんかもう今のその極論派っていうのは、うん、外資が悪になっちゃってるんですよね。あ、そう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 、日本に投資したらいけない、外資が買ったらいけないっていう前提になってるんですけど、うん、いやいや、買ってもらった方がいいんですよっていうことを分からないと値段上がらないですよ、うん、そうですね、はい、外国税に買われた山を取り戻せっていうそれ本当に買われてないケースもありますからね。そう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 、買われるのは基本的にはいいことなんですよ、うん、はい、だから中国人が水源地買ったりとか土地買ってるっていうのは、うん、そういう嫌だったら、うん、そこは規制すればいいと思うんですよ。だけどしょぼい土地も結構中国人買ってくれてるんですよ。そう、しょぼい土地、いや本当は北海道ってめちゃくちゃ広いんですよ、うん、はい、あ、まあ、北海道の例で言うと、そう、うん、でそれこそなんか二足三本みたいな、うん、山っていっぱいあるわけですよね。そう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 、いや山は二足三本、日本人も買ってないわけですから、うん、だからやっぱ買ってくれるんだったら、うん、売りたいって人はいるのが証言則ですからね、うん、当たり前のことですから。そう、山買って利益出るんかっていうのありますけど、はい、まあ、基本利益出ないでしょ、うん、難しいですよ、うん、はい、利益ないけども固定資産税は払わなきゃいけないから、うん、やっぱその高齢者の方とかは、はい、もう山売りたいっていう方は当然出てくるわけですし、うんうん、そうですよ、うん、僕も固定資産税払ってますよ。山買ってるんですか。いや買ってるわけじゃなくて、はい、親から山を押し付けられたんですよ。あ、そうなんですか処分してくれって言ったんだけどそれなんかキャンパー、いいよと、キャンプやる人とかだったらまあいいかもしれないですけどね、うん、いやもうこれは先祖代々もらったもんだからねみたいな感じで言うから、うん、もうじゃあ分かった分かったっていう感じで、そうそうそう、でリッチじゃないよ、ほんとしょうもない山ですよ。いや山って言っても、はい、もうピンキリじゃないですか、はい、それこそどこまで道がつながってんのかとか、うん、そう、全然もう子供の時に行ったけど、はい、どこが自分家の境目かが分からない、うん、はい、そこに変にね小屋建てちゃって、そう、いやあんたその教会出てるよって言われたらトラブルになっちゃうし、いや本当そうその山の木が倒れて道路に行ったら、はい、ね、自分が処分しなきゃいけないかもしれないしとか、うん、いろいろありますからね。そうですね、はい、まあ発展させるのも難しいし、タケノコぐらいしか出ないよ。ああ、本当、うん、ゴルフ場にするんやそんな広くないし。